はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ、今日はですね、この梅雨の時期におすすめのしつけ3選を今日お話しさせてもらおうかなと思います。ちょっと今ね、土曜が撮っている時が、ほんまにもうザ・梅雨です。今日もね、ちょっと雨降っててね、こうジメジメしてるわけなんですよ。で、この梅雨、なんかね、こう雨降ってるな、なんか嫌だな、みたいな、お散歩行けんしな、みたいな感じで、こうネガティブに取るんじゃなくて、今だからこそできるしつけ、ね、今だからこそちょっとこのしつけやってみませんかっていうのをね、今日3つ持ってきましたので、ね、雨でね、こうドヨーンとして、どうしようかなって言ってる間があるのであれば、ぜひこの3つをね、やってほしいかなと思いますので、この梅雨の時期でね、かかってる孫よりもプラスワンちゃんの方はぜひね、これ参考にしてみてください。では本題に入る前のお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。Instagram に関しては、ここ行こうという僕のお店のやつをアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、というところでですね、こう、梅雨、ね。ジメ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 したね、こうあんまりまあポジティブでねなりにくい時期ではあるんですけども、そこをまあ逆にね、今だからこそね、これやりませんかって3つ持ってきました。それは何かというと、1つ目が傘、はい、2つ目がお家の中での遊びの見直し、最後3つ目っていうのが他のワンちゃんです。この3つのね、しつけの要素っていうのをね、ぜひこの時期だからこそやってほしいかなと思います。はい、まあ、逆にね、この時期だからこそね、回数こなしやすいんですよね。で、じゃあ1つ目のね、お話しさせてもらいたいんですけども、傘って何ですかっていうと、意外とこのね、こうなんだ、人間のこの傘あるじゃないですか。あれ怖い子多いんですよ、実は。まあよくよく考えるとですね、ぶわさーっとなんかね、こう体の上にあるわけじゃないですか、自分より大きいものがね、開けるときもぶわさーっとかって言うしね、なのでこれも新しいの刺激になってくるし、雨になるとね、うわもう外嫌なんです、怖いんです、雨の音が怖くて、傘が怖くてね、もう見全部違いますからね、車もね、ジャーとかって水の音も出るだろうしとか、いろんな刺激が変わるわけなんですよね。それも経験するっていうのはすごく僕は大事なことかなと思ってるんですよね。なのでなんかよくあれじゃないですか、このスリングですか、こうかけてこうスポッと入るやつですよ、ワンちゃんが。でそこをね、フックとかしといて、もう安全性を確認しながら傘でお散歩するのはどうかなっていうのが僕の一つの提案です。はいね、こうなかなかお散歩行けなくて、ずっと家の中でゴロ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 してるだけでやっぱもったいない。この雨を逆に、勉強というかね、しつけの要素にしてほしいかなと思いますので、ぜひね、この傘を使って、ね、まあ、安全性確保しながらお散歩、ね、こういうところに入れてですよ、散歩するっていうのはいかがかなと思いますので、ぜひ散歩してほしいかなと思います。これ1つですね。次2つ目はお家の中での遊びの見直しですよね。お家の中での遊びねっていうのは、要はゴロ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 ね、先にね出るにしてもやっぱり限界があるじゃないですか。ここで傾いたくなるしね、じゃあお家の中の、ね、遊びをどんどん増やしていこうということなんですけども、まあ、いろんな遊びになりますよね。激しい系だったら、段ボール、ね、ビリ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 ね、破ってもうポイ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 してるわけですよ。もう破くのが超楽しいみたいな。はい、あとは、しつけの要素で、例えばトリックを何かこの時期に1個教えようかなとか、ね、バーンで、そういえばバーンの練習最近してなかったな、じゃあバーン教えようかなとか、ね、ほふく前進とかバックとかもいいですし、まあ、そういった感じでしつけのトリックを教えること。最後の3つ、これちょっと練習しとかなきゃいけないんですけどね、ノーズワーク、はい、アメリカの、ね、ドッグスポーツですよね。はい、簡易なやつもあるし、しっかり本格的に勉強してる方っていうのは、こういうのでぜひぜひ取り入れてほしいかなと思うんですよね。はい、こういう形で、お家の中での遊びっていうのをどんどん質を上げていくということです。はい、ね、お家の中決まったな、ゴロ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 では、ね、それちょっともったいないかなと思いますので、ぜひこの時期だからこそ、このついでにやってみようかなということですね。最後の3つ目が他のワンちゃん、ね、ね、抱っこでお散歩行くもそうだし、お家の中にいろいろするもそうなんですけども、やっぱり刺激っていうのが減るんですよね。はい、それもね、他のワンちゃんも同じです。他のワンちゃんも同じなので、やっぱり他のワンちゃんでもね、わーってこう絡めるような時間っていうのを取ってあげるっていうのはすごく大事かなと思います。はいね、そういった形で、この3つの、ね、しつけというか、この遊びの要素、しつけの要素ですよね。要は生活の質をね、この時期に落ちるんではなくて、この時期だからこそ上げてあげるような、そういったイメージでぜひね、やってほしいかなと思います。この3つぜひぜひ参考にしてほしいかなと思います。ね、こう雨の日でとね、あ、こんなこと大変ですとか、ね、そのね、元気はもちろんあるんですけど、こんなこと大変なんですよねとか、困ってる方よかったらコメント欄の方でね、教えていただけますと、この YouTube でね、お返事という形でさせていただきますので、よかったらコメント欄の方にお待ちしております。はい、ということでですね、まあ、この時期本当にね、課題が増えます。はい、まあ、雨の時期っていうのはエネルギーがね、抜けないので、なんだろうな、課題が増える時期なんですよ。ね、まあ、特にこのね、まず来ちゃったんですけどね、この要因、なぜこの雨の時期っていうのは、いろんな噛んだりとか吠えたりだとかっていうのが増えやすいのかっていうのを宿題でお話しさせてもらおうかなと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。では、今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日はね、雨の日、この梅雨の日だからこそやりたい、ね、しつけ参戦という形でお話しさせてもらいますので、ぜひ今日から実践してみてください。はい、じゃあね、なんでね、この雨の時期に問題が増えるのかっていうことなんですけども、先ほどちらっと言ってます。お家の中だけで過ごすからです。お家の中で、ね、ここ見てください、今この瞬間。ね、ちょっと BGM 流れてるからあれかもしれないけども、静かなんですよ。ほとんど刺激がないんです。そんなことでずーっとね、何ヶ月もやってたらね、もう頭おかしくなっちゃうんですよ。変な話ね。だからもう、ね、なんかあったら、うわーって言ったりとかしやすくなっちゃうんです。この時期のしっかりとエネルギーの発散っていうのをやっぱりやってあげるとめちゃくちゃ大事ですのでね、ぜひお家の中で過ごしていくとトラブルになりやすいので、まあ、僕はね、よく言ってます、3つの遊びって言ってます、3つの遊び。ね、この3つの遊びを徹底的に、ね、やってあげるっていうのは雨の日も晴れの日も一緒なわけなんです。ぜひね、この遊びの要素をしっかりと絡めてあげながら楽しくやってほしいかなと思います。じゃあ3つの遊びってなんやねんってことなんですけども、まあ、これね、ここいうことは入学説明会っていうのがあります。ね、しつけでね、1歳未満の子犬ちゃんが悩んでる方は、この入学説明会に来ていただくと、この3つの遊びっていうのをね、根掘り葉掘りお話しさせてもらおうかなと思いますので、しつけ1歳未満でしつけに悩んでる方は、ぜひ概要欄の方に貼っております。チェックしてみてください。というわけでまた明日お会いしましょう。